3日間ダイエットスペシャル。こんにちは、みぽたぽたです。はい、今日は今日から日本が4連休っていうことが耳に入ってきたので、特別企画をしていきたい。3日間ダイエットスペシャル。3日間ダイエットの動画は今まで何個かやってきたんですけど、今回は4種類の3日間ダイエットを連続でやっていきたいと思います。ということで、動画は4日連続の4本立てになります。よろしくお願いいたします。まず3日間ダイエット第1弾は断食3日間ダイエット。まあ、なんでかっていうとね、あのね、8月に YouTube 投稿を不定期にしたんやけど、まあ、できるだけ YouTube 投稿したいで、ずっと編集とか、まあ、隙間時間に友達とご飯とかで、ネイルとかエステも全然行ってへんかったし、美意識が下がっていて、食事制限とかも全然せずに、普通にめちゃめちゃ気にせずにご飯食べてたから、しっかり太ったんですよ。まあ、その8月末ぐらいに体重測った時に平気で50キロですよって体重計が言ってきて、だからそっからちょっと燃えてます。でですね、断食3日間だけやったら乗り越えれたとしても、終わったらすぐ反動でめちゃめちゃ食べてリバウンドすることは目に見えてるから、縛る食べ物を少しずつエネルギッシュなものにしていって、グラデーションみたいな感じにしていったらリバウンド率が減るんじゃないかなと思って、検証も込みでやっていきたいと思います。3日間ダイエットとしてやるけど、実質12日間集中ダイエットやな。ということで、緊張の体重測定をしていきたいと思います。9月入ってから体重測ってません、怖くて。まあ測っていくか。よし、50キロいってた、全然普通に。断食3日間のルールは水しか飲まない、以上。頑張るので最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、3日間断食スタート。はい、今日朝から起きてたんですけど、なんかな、溜まってる洗濯物全部して、食器洗って部屋片付けていろいろして、気をごまかしてました。で、その後編集作業して、で、ただいま19時ですね。はい、何も食べておりません。この天然アルプスの天然え、なんだっけこれ、南アルプスの天然水と友達になりました。今日これ1本は飲むっていうことを決めました。むくむかもしれへんけど、その分夜は浴槽に浸かろうと思います。で、今から YouTube の買い出しに行ってきたいと思います。お腹すいたけど、割と1日目は平気かもしれないです。あ、でも、あの、昨日最後の晩餐カッコ狩りみたいな感じで一人で焼肉行ってきたんですけど、幸せやったから、この12日間終わったらそれに行けると思って頑張ろう。じゃあ行ってくらー。一番外が危険なのよね、誘惑の場所じゃん。なんか美味しそうな匂いとかしたらさ、もうお腹がグーグーなるから、いい匂いしそうな時は鼻の息止めようと思います。うん、お腹すいた。1日目きついな。逆に2日目とかがなんかもう慣れちゃって楽ちんそうな気がする。ご飯食べずに外出ちょっとしんどいわ。でも明日は美容室なんですよね。やば。断食したらちょっと喉乾きやすくなるかもしれへん。めちゃめちゃ喉カラカラやわ。寝れるとき寝ときやーって感じだよね。焼き鳥屋さんの前とか焼肉屋さんの前とか普通に、いや美味しいってなった。食べる幸せを噛みしめないとなって思いました、1日目から。もう、あ、それで炭酸水を買いました。それで一回ちょっと耐え抜いてみようかなと思います。で、今日ちょっとね、いろいろちょっと理解して明日に生かしていきたいと思います。ということで、バイバイ。お腹が空いたら焼きおにぎりが食べたい。騒がしい日々に笑えなくなっていた僕の目に映る君は綺麗だ。おはようございます。寝起き、今
昨日 YouTube 見てたら全然あのご飯のこと考えなくなって、あ余裕やわと思って寝ました。映ってる、これ映ってる。いつも朝起きたらお腹空いてるねんけど、今全然空いてなくて、多分体がご飯のこと忘れてるということで、2日目頑張っていきたいと思います。50.1kg から48.0kg になりました。なんかね、動画の途中でも言ったと思うねんけど、2日目の夜からめちゃめちゃにご飯の存在忘れて元気になっちゃって、まあ元気ではないねんけど、地獄は1日目の夜と2日目の昼ぐらいでした。やっぱ断食が終わってからがやっぱ一番の勝負かなと思うんで、まあ今日からまた食べ物ありの3日間ダイエットが始まるので、次からは運動入れつつ頑張りたいと思います。でこの3日間断食なんですけど、企画でやってるんで、一応多少はちょっとは無理してるけど気をつけながらやってたんで、絶対3日間しなあかんとかじゃないし、で変化としてはね、フェイスラインとかがちょっと出てきたかな。下腹はまだあるんやけど、全体的にへこんだ気もする。きつかったけど楽しかった3日間やった。明日の動画の第2弾お楽しみにしてください。ということで今日の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。以上みぽたぽたでした。チャンネル登録よかったらお願いします。また明日、バイバーイ。